都会に疲れた男が一人、今日も電車に揺られてこの地に降り立つ。心を癒す風景と気持ちを満たす地元飯、そんな彼の日常の中の非日常を誰が呼んだか、日本旅ごはん。さて、今回はあわら温泉街の一角にある神社で、旅先案内人田島さんと待ち合わせ。今日はですね、あわらの温泉区の三薬師巡りをご案内します。その三薬師を巡ると、健康長寿ご利益ありますので、今後のためにいいかと思います。はい、まず一つ目がこちらなんですけれども、田中温泉薬師神社といいまして、三薬師の中でこちらだけ神社になっています。はい、ちょっと行ってみましょう。あわらの三薬師巡りですか。なかなか興味深い。薬師神社といえば、薬師如来を本尊としていると思われるだろう。薬師如来は無病息災、医療や薬を司る仏として信仰されているが、実はこの神社の御祭神は、スクナビコナの御事。こちらも薬師如来と同様、医薬の神であり、さらに温泉の神として信仰の対象となっている。はい、こちらが神社でしたので、残り2つお堂がありますので、歩いて散策がてらちょっと行ってみましょう。はい、次のお堂までは、徒歩でおよそ10分程度。確かに散歩がてら温泉街を歩くにはちょうどいい。続いてやってきたのは、はい、こちらがですね、三薬師巡りの2つ目、船津温泉薬師堂です。早速お参りしてみましょう。船津温泉薬師堂。お堂というだけあって、こちらには薬師如来がご本尊として祀られている。何でもお堂の横の広場には、昔温泉の井戸があったそうだ。お堂も立派なもので、地元の方たちの信仰を集めているのがよくわかる。しっかりと手を合わせて、最後の薬師堂まで、こちらも徒歩でおよそ10分の距離。あわらの温泉街をぐるりと歩き回る感じで、温泉客の散策にはもってこいのコースと言えるだろう。はい、こちらが三薬師巡りの3つ目、蓋表温泉薬師堂です。早速お参りしてみましょう。はい、どうぞ。蓋表温泉薬師堂。こちらもご本尊は薬師如来とのこと。これで三薬師すべてにお参りができた。無病息災、延命長寿のご利益、ぜひとも賜りたいものだ。今回巡ってきた三薬師のあるこの温泉三区っていうのは、4月の29日に温泉春祭りがありまして、すごく賑やかな町になりますので、その時にも来ていただけたら嬉しいです。はい、では私は今日はこれで失礼します。ありがとうございます。三薬師にお参りして歩き疲れた体を、効能たっぷりの温泉でリラックス。身も心も健やかになれました。さて、あとは腹の欲求を満たすだけ。飯にしますか。今日の旅ご飯は、コテージ風の建物が可愛らしいこちらの笑い屋でいただくとしよう。広くて明るい店内、いい雰囲気。夜にはお酒も飲めるお店らしい。メニューは、定番のカフェメニューを想像していたが、意外とがっつり系の定食メニューも豊富にあるな。お昼時にはランチメニューもあるようだし、悩む。おや？福井名物ソースカツ丼とあるが、メニューにあるのはソースヒレカツ丼のみ。
ロースじゃないんだ。いらっしゃいませ。失礼します。ご注文お決まりでしょうか。ソースヒレカツ丼ください。はい、かしこまりました。気になったら食べてみる。これぞ旅ご飯の流儀。久しぶりに食べるソースカツ丼、楽しみ楽しみ。お待たせいたしました。ソースヒレカツ丼です。こちらがソースヒレカツ丼。ウスターソースの酸味の効いた香りが鼻こうをくすぐる。カツの下には福井のソースカツ丼にしては珍しく、キャベツの千切りが顔を覗かせている。野菜も取ってほしいのでというお店のママさんの優しさなんだとか。揚げたてジューシーで柔らかいヒレ肉は脂身が少なくてヘルシー。ソースは少し酸味が強めの濃い味でも、キャベツがあるのでちょうどいい塩梅になっている。福井の定番ソースカツ丼とはいえ、このソースヒレカツ丼はお店の優しさが詰まったオリジナリティあふれるソースカツ丼でした。地元で愛される場所、人、飯、ありきたりな旅では出会えない、そんな日常の中の非日常、誰が呼んだか旅ごはん。今日もごちそうさまでした。